おいおい、この段階で偏った方向に結論付けるのは危険だぞ。もっと柔軟に考えてみるんだ。 A か B かじゃなくて B 寄りの A とか A 寄りの B とか、例えば中トロ寄りの大トロとか大トロ寄りの中トロとか、つまりうなぎ寄りのアナゴとかアナゴ寄りのうなぎとか、あるいはカニ寄りのかまぼことかかまぼこ寄りのカニとか、そういう絶妙なバランスが自由設計と企画住宅のいいとこ取り、大和ハウスの注文住宅、スマートメイドハウジング、あったんだよ大和ハウス。B 寄りの A とか A 寄りの B とか、例えば中トロ寄りの大トロとか大トロ寄りの中トロとか、また、よーい、スタート。あるいはカニ寄りのかまぼことかかまぼこ寄りのカニとか、はい、スタート。そういう絶妙なバランスがあったんだよ。松坂さん、本日の撮影以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。前回がまあ森の中だったんですけど、今回はこれどこって言えばいいんですか。これ電車のあるとあるちょっとこの謎めいたところというか、ガラリとまた雰囲気が変わって、かつ、まあ、毎回思うんですけども、この大和ハウスさんの CM をやらせてもらうというと、いいとこ取りのなんていうんですか、例えというか表現が毎回面白くて、で今回は、まあ、ちょっと本編見ていただければ分かるんですけど、今回もまたこう絶妙ないいとこ取りの表現をしていて、そういったところがちょっと見どころかなと思ってますね。裏話はもうやっぱり熱いですね皆さん本当に熱中症にはもう気をつけてくださいということなんですけど、あとは何だろうな、本当にそのカメラのアングルとかも結構こう特殊なところから狙ってたりするので、絵的に結構面白い感じになってるんじゃないかなと思いますね。休みの日でも早く起きるようになりましたね。まあもう子供が生まれて結構早起きになってしまって、最初はちょっときつかったんですけど、だんだんその早起きっていうのがなんか自分の中で心地よくなって、朝の散歩とかっていうのは結構いいですね。いやもうさっきも言ったように、やっぱこう熱中症とかね、もう本当に今年は記録的な猛暑が続くと思うので、まあ、もちろんその外でね、なんかこう出かけるっていうのはいいんですけど、まあ、その行き先でなんかこう室内で遊べるような、例えば水族館とかはすごくいいんじゃないかなと、まあ、子供も楽しめるし大人も涼しいし、休める場所もあるし駐車場もあるし、そういう意味で言うとこう割と省エネだけど楽しめる、室内で遊べるようなところをに出かけるっていうのがおすすめかなと思いますね。これ難しいですよね。例えばその家を作るってなった時に、ある程度の大枠はこう自分でこうちょっと決めたいっていうのはあると思うんですけど、まあ、すごい細かい部分も、例えばドアノブとか窓の素材とか照明の配置だったりとか、コンセントの位置はこうとかっていうのって結構なんだろう、提案してもらった方が決めやすかったりもすると思うんですよね。なので大枠は大体決めたりするタイプかもしれません、自分としては。旅行とか行く時でも、例えばですけど、まあ、場所とか移動手段とか日程とかっていうのを決めて行って、到着してからご飯までの時間はどうするかっていうのは、まあ、その日に決めたりとか、まあ、ちょっと前日のその時のこの気分とかで、じゃあここ行ってみるとかっていうふうにしていますね。開放感ですかね。
そこもやっぱ重要かなと思います。窓の大きさとか数とかによって家に帰ってきた時の開放感みたいなものが、なんだろう、もう仕事から帰ってきて、学校から帰ってきて、遊びから帰ってきて、このなんていうか、心がこう癒されるぐらいのなんかこう開放感があると、やっぱ自分としては気持ちがいいなと思うので、そこの工夫は大事かなと思いますね。なんか例えば同じ窓のサイズとかでも、カーテンレールの位置を天井につけることによって窓が大きく見えたりとか、人間のなんかこう視覚効果であるんですよね。あとはこう 扉開けた時 その家具の配置とかによって、同じ間取りでも開放感が全然違って見えたりとか、なんかこう値段を抑えながらでもこう自分たちのこうできる限りのことをやるとかっていうのが楽しかったりするんですよね。だから開放感かな。特に決めてはないんですけど、自然とそうなってるのが、お風呂はその日に洗う。なんかこう体洗った汚れとかがこう一晩経つとやっぱこう菌とかが繁殖してしまうとかっていうのをこう聞いたりとか、なんかテレビでやってたりとかするのを見たり聞いたりすると、なんかこう最後にお風呂入った人が洗うっていう、大体いつも僕なんですけど。チームをご覧の皆さん、こんにちは、松坂桃李です。今回のいいとこ取りの注文住宅スマートメイドハウジングは、自由設計と企画住宅のいいとこ取りで絶妙なバランスの家づくりを叶えてくれます。 CM もそんな絶妙なバランスを表していると思いますので、ぜひともご覧ください。